俺が王子？大方どこかで追い剥ぎにでもあったんだろう。ああでも笑顔だったぞ。バカなのさ。それに耳も聞こえないし口も聞けない。しかも子供用の剣すらまともに触れないそうだ。情けねえな。本人は自分のバカさが分かってないんだろうな。この子には王になる資格がないってことも。ダイダの方が100倍王にふさわしいわ。そんで世界一立派な王様になるだ。お前が立派な王様になんかなれるわけないだろ。王の遺言書は却下したいと思います。ボッチ様が王になることに反対されると。あなたはボッチに王が務まると思うのですか。あなた一人で何ができるっていうの。耳も聞こえないし口も聞けないのに。私が必ずあなたを守ります。でも確かなことがあります。あなたの下にもたくさんいます。それを忘れないでください。兄上はどうします。どうするって何がですか。できればどこかに隠居して。ダメよ。あの子はまだ精神的に幼いし、私が教育しないと。今日はこのくらいにしましょう。だいぶ手話が上手くなりましたね。ボッチを驚かせてあげなさい。お喜びになるでしょうか。そんなの知らないわ。金がないなら着てるもの全部脱いで置いてけ。アホなガキがいたのに。なぜか気になって戻ってきちまったんだ。やるじゃねえか。ぼっち、影ちゃん、ここからは一人で逃げなさい。母ちゃんは。母ちゃんはあいつら全員のつけ子。私の名前はヒリム。今日からあなたのママよ。王子、何してるのかしら。王子、ゲームよ。それは王の剣ではない。かっこよかったぜ。あれはお前の勝ちだ。怒っていい。いや、お前からはもう何ももらわない。俺はこれからどんなことがあってもお前の味方になりたいんだ。私の名前はヒリン。今日からあなたのママよ。俺本気で言ってんだぜ。あなたの旅を許可します。本気だぜ。分かったな。ボッチ、返事しなさい。王子、またいじめられたの。大丈夫よ。あなたは強い子。たくさんの嫌なことを乗り越えていける。そして世界一立派な王様にならなきゃね。約束。